ニック・ゲッパーはアメリカ合衆国のフリースキヤやウィンター、X ゲームズのスロープスタイル種目で3つの金メダルと1つの銀メダルをソチオリンピックでは銅メダルを獲得している。15歳の時、ゲッパーは技術向上のためにトレーニング施設、コーチを求めオレゴン州のマウントフットにあるウィンデルズアカデミーへ入学。2013ウィンター。 XGames スロープスタイルで初めてのゴールドメダル。2013年12月の US グランプリスロープスタイルで2位、ソチオリンピックアメリカ代表に選出される。2014年2月のソチオリンピックではスキースロープスタイルで銅メダルを獲得した。また2014ウィンター XGames2015 ウィンター XGames スロープスタイルでも金メダルを勝ち取る。 三年連続で、ウィンター、X ゲームズスロープスタイルチャンピオン。2015ウィンター、X ゲームズで、ゲッパーは予選9位で決勝進出を逃すが、8位のアレックス・ボーリー、マルシャンが怪我のため辞退した。これによりゲッパーが栗登って決勝に上がり、一本目のランで唯一トリプルコークを決めて、金メダルを勝ち取った。ありがとうございます。